いわしキッチンだよ。今日はブロッコリーとエビのサラダを作るよ。エビはレンジ容器に入れて、お酒はくるりっと蓋をしてレンジでチン。生っぽかったらひっくり返して30秒ずつ追加してね。フライパンにお湯を沸かすよ。ブロッコリーの茎を切り落としたら小房に分けるよ。大きい時は半分こ。茎の端を切り落として厚めに皮を剥くよ。くるくる回しながら斜めに切って乱切りにするよ。フライパンにお湯が沸いたら、お塩をパサッと、茎を先に入れてブロッコリーを茹でるよ。蓋をして2分くらい。ひっくり返して、もう一度蓋をして1、2分。お皿にキッチンペーパーを敷いてブロッコリーを出しておくよ。ゆで卵の殻を剥くよ。ビニール袋にブロッコリーとエビを入れて、ゆで卵をスプーンで潰すよ。マジックソルトをふりふり。ゆで卵を入れて、マヨネーズをニュッと。ビニール袋に空気を入れてギュッと持ってふりふり。美味しそうにできました。冷蔵庫で冷やしても美味しいよ。